ちら。最近自分に自信が持てません。自分に自信を持つにはどのようなことを意識すればいいですか？はい、はいはい、なるほどね。こちらに対する回答は、トレーニングとか辛いことを一つ乗り越えるごとに自信ってものはついていくものだと思います。少しずつ高い壁に挑戦することで大きな壁に当たった際に自信を持って挑むことができるのですと。積み上げた経験が自信を支えるのだと思います。まあね、自分に山本元気に対して自信どうこうって質問をするのは結構ねナンセンスだと思ったりも、思います。はい、っていうのもね、極端なプラス思考ですしね、メンタルに関してはねかなりの自信があるんでね、そのこちらの質問のような自信が持てません、どうやれば持てますかっていうのに対してね、まあ自然体で自信を兼ね備えていますのでね、なかなかねこうすればいいよっていうね具体的なアドバイスはね難しかったりするわけです。じゃあまあなんでねこの質問を回答に選んだんだっていう話にはなってくるんですけど、まあ少しずつね何がしか達成していくわけですよ。そのね壁に当たるスパンっていうのをできる限り短くしていけば乗り越えれる速度も上がっていきますから、少しずつね自信がついていくわけです。まあ時にはね越えられない壁っていうのはあったりするわけですけど、まあその壁を越えれなかった時にダメだったって思うわけではなく、ここまではできたっていうのをね自分で何ができたのかっていうのを認識することで次の壁を乗り越える力になるわけです。はい、そもそもね何事に関してもねできないっていうのは当たり前なわけですよ。初めての場合とか挑戦した際にできないっていうのは結構ね当たり前なわけですから、そこのできなかった自分に対してそのなんていうんですか、できなかったからダメだとかね、自分はなんでこれができないんだってね悩むっていうのは結構ね贅沢な悩みだったりするわけですよね。自分に対する期待値が高すぎるわけですよ。できなくて当たり前、できればラッキー、はい、でねそれがいろいろできる中で、ああなんかできるようになってきたっていう風にね自然と自信っていうのはついていくわけです。ですからね、まあ、まずできなくて当たり前っていう精神で突っ込んでいくわけですよ。何に関しても、まあ、プラス思考っていうのはありますけど、まあね失敗してもいいってわけじゃないですけど、まあ、そういうところはありますよね。その失敗を失敗と捉えないとか、失敗をいかに次につなげるかっていうふうにね考えるところがプラス思考と言いますか、そもそも自分自身に対する期待値っていうのが低いと。できなくて当たり前、できれば儲けもの、はい、じゃあできなくて当たり前なんだから、そこが失敗したうまくいかなかった時にどうするかっていうところまで考えるわけですよ。はい、逆にねその何かができなくてへこんだ、ああ失敗してしまったって思う場合にはね、逆にその自分に対する期待値が大きすぎるんですよね。自分ならこれはできるはず、絶対にできるとか、何々しなければならないっていうところに対してね自分に対して設けるハードルが高すぎると。ですから高くハードルを置くことはいいんですよ、目標値を定めることは。でもねそれができなかった場合に、まあできなくて当たり前だよねっていうふうにね割り切りましてね、じゃあできなくて当たり前だから、じゃあそれ次超えるためにどうすればいいのかっていうね、失敗したことに対して一個一個失敗した、うまくいかなかった、ダメだってなるんじゃなくて、まあできなくて当たり前と、じゃあ何が必要なのか、
どういうふうな手順を道筋を立てればそれができるようになるのか、自分が必要としているものに対してどういうアプローチが必要なのかっていうところまでね、考えることが必要なわけです。まあね、その失敗から次の探す段階に移るスパンが短ければ短いほど、プラス思考っていう風に見えるわけですし、だってへこんでる時間がないわけですからね、失敗しているのにもかかわらず、ああダメだったとかぐじぐじね言ってる時間がないわけですから、こいつ失敗したくせに次のこと考えやがってちょっとプラス思考だなっていう風になるわけじゃないですか。でね、そういうね、自分に対する的確な、なんていうんですか、判断基準であったり、まあそのできることできないことをしっかりと見極めることができていれば、自信っていうのがついてくるわけです。冷静に見た場合に自分がどのラインまでであれば確実にできるかっていうのをね、正確に自分自身で把握できていれば、まあ自信ですよね。自ら信じると書いて、自分がじゃあこれだったら自分は確実にできる、だからそこには自信を持てる、少し確かにきつい高めの目標ではあるけども、今までのやってきた経験上、このハードルであれば超えれるっていう風にね、自分でのその失敗を繰り返すことによって自分ができる、現在自分が持っているポテンシャル能力引き出しから、自分が今できることっていうのを正確に判断することができるわけです。ですからね、そのできないことはできないっていうふうにちゃんと判断するわけですよ。そこでそれがね、できないことをできないって判断できずに突っ込んでいった場合には自信過剰になって失敗するわけですから、でもね、その自分ができることできないことっていうのをしっかり把握した上で、その物事を行う、それがね、自信、正しい自信になるわけです。で、その正しい自信をどうやって作ればいいかっていうのは、まあいろいろな挑戦とか失敗を繰り返すことで自分の能力を正確に把握する、自分ができるできないこと、できる可能性があることまでを含めてしっかりとね、自分自身を、知ることができていれば自信っていうのはついてきます。はい、そこがね、その自分を知っているっていうことが絶対の判断基準になるわけですから、はい、そんな風にね、そのいろいろね、挑戦して失敗して成功してを繰り返してもらうことが大事かなっていうわけです。はい、いろいろなね、自分ができることできなかったこと、うまくいったこと、昔はできなかったけど今はできることっていうのをね、いろいろ詳細に把握することで、まあ今の実力であればこれぐらいできるなっていうね、ことを正確に判断する自分を知っているってことが自信につながるわけです。はい。